体操全日本団体選手権金メダリスト、橋本の活躍で順天堂大優勝。2021年12月12日、体操の団体日本一を決める全日本団体選手権は、男子の競技が行われ、東京オリンピックで2つの金メダルを獲得した。 順天堂大学の橋本大輝選手は安定した演技を見せてチームの2大会ぶりの優勝に貢献しました。東京の代々木第一体育館で開かれた全日本団体選手権は12日、男子の競技が行われました。大会は6種目それぞれに1チーム3人が出場して、 得点の合計を競います。東京オリンピックで2つの金メダルを獲得した橋本選手は順天堂大学のメンバーとして5種目に出場しました。橋本選手はオリンピックで金メダルを獲得した鉄棒で手放し技で G 難度となる新進の2回宙返り1回ひねりの カッシーナや E 難度の抱え込み、2回宙返り1回ひねりのコールマンなど難しい技を高い完成度でこなし、15.033の高得点をマークしました。さらに得意の長馬でも難度の高いロペスを飛んで15点台の高得点を出しました。 この2種目を含め、橋本選手は4種目で15点台の得点をマークする安定した演技を見せ、チームは合計で260.764で2大会ぶりの優勝を果たしました。橋本大輝、伸び伸び演技できた。橋本大輝選手はアンバから波に乗って最終種目まで伸び伸び演技ができた。 鉄棒の着地が止まらなかったのが、悔しいがメンバー全員の思いを背負って戦った。感謝の気持ちでいっぱいだと振り返りました。そして今年一年を漢字一文字で表すとと問われると、自身の名前からアキラという字を挙げて、今年は輝かしい成績を出すことができたし、 納得のいく演技ができたと理由を述べました。その上で来年に向けてパリオリンピックでは団体金メダルを目指したい。そのために理想の演技をもっと求めていきたいと抱負を話しました。愛想橋本大輝が年内最終戦を優勝しめ今年の漢字は大輝の秋や床を終えてポーズを決める。 橋本大輝、体操全日本団体選手権、12日国立代々木競技場第一体育館、男子が行われ、順大が260.764点で3年ぶりの優勝を果たした。 東京五輪二冠の橋本大輝20順大は5種目中4種目を15点台の高得点で揃える圧巻の演技を披露。年内最終戦を優勝で飾った。2位は特集会の257.929点。3位はセントラルスポーツの256.663点だった。 写真、優勝を決めて大盛り上がりの順大メンバー。最終演技の床を終えた橋本はナンバーワンを右手で作って何度も掲げた。1位になったのを確信したので、一本指を立てて順大が1番だというのを証明しました。自信たっぷりな表情がよく似合った。 圧倒的な演技でチームを優勝に導いた。橋本は最初のワンバで15点100点を出すと波に乗って最終種目まで行けたと、出場した5種目中4種目で15点声を達成した。長馬で挑戦を示唆した米倉の披露こそ見送ったが、安定感抜群の演技で他者を圧倒。 体操男子の水鳥久志教科本部長も常に予想を超えてくると絶賛した。年内最終戦を優勝で締めた。橋本にとって今年の漢字は名前の大器にも入っているアキラという今年一年輝かしい成績を出せたのと納得のいく演技ができた。 そう評価した一方で、来年はオリンピックの次の年、もう一度世界のチャンピオンになりたいと思ってますし、もっと理想の演技を求めてやっていく一年にしたい。貪欲に話す姿勢が、橋本らしかった。五輪二冠の橋本大輝、順大の二大会ぶり制覇で、東京五輪イヤー締め今年を表す感じは、 アキラ、全日本体操団体選手権。体操、全日本体操団体選手権最終日、12日、代々木第1体育館男子が行われ、東京五輪で、個人総合と種目別鉄棒の2冠に輝いた、橋本大輝が所属する、順大が260.764点で、 二大会ぶり、七度目の優勝を果たした。橋本は、順代の一員として、優勝メンバーになれたことが光栄です。全員の思いを胸に戦ったので、まずは感謝の気持ちしかありません、と喜んだ。東京五輪団体銀メダルのメンバー、北縁たけるの、特集会が2位、同メンバーの加谷一馬と、 谷川渡のセントラルスポーツは3位だった。東京五輪イーヤーの締めくくりの大会を制覇。大活躍の1年を振り返る漢字一文字として、橋本は自分の名前にも入っているアキラですとにっこり、自分の中で輝かしい成績を出せたのと納得のいく演技もできたので、 自分の中から輝くっていうところかなと思いますと、理由を述べた。首から下げた団体戦の金メダルに銀だった五輪でも取りたかったなぁとポツリ悔しさが込み上げた。来年の目標をもう一度世界チャンピオンになって、団体でもチャンピオンになりたいと宣言。 自分の理想の演技を追い求めてやっていきたいですと力強く語った。橋本大輝、試合までに技術的な部分を詰めていきたい。11日から全日本体操団体。全日本体操団体選手権は11日から東京代々木第一体育館で開催される。 10日は会場で男子の公式練習が行われ、東京五輪個人総合、鉄棒で金メダル、団体で銀メダルを獲得した橋本大輝、順代は床、アンバ跳馬、平行棒、鉄棒の出場5種目を確認。世界選手権、10月北九州が終わってから、日に日に疲れが出てきて、 最低限のストレッチなどに抑えてきたので、今は動けてきてはいます。でも、まだ体力面はしんどいので、試合までに技術的な部分を詰めていきたいとコメントした。東京五輪後は練習のしすぎで疲労が溜まった。五輪が終わってから、より体操が楽しいと思えるようになって、めちゃくちゃ練習して、 みんなに動きすぎと言われるくらい動いてしまって、それを続けて一週間超えたあたりから急に動けなくなって結構苦しかったですと苦笑い。世界選手権後はしっかりと休養をとって順調に調整を進めてきた。今年の締めくくりとなる今大会は東京五輪男子団体銀メダルメンバーの 橋本、北縁たける、特集会、加谷和馬、谷川渡る、もに、セントラルスポーツが、各チームに分かれて争うことになる。橋本は他のチームに負けないように、僕らはチャンピオンではないので、挑戦する心を持って、楽しく伸び伸びやっていきたいですと意気込んだ。